向島雄心太鼓さんのお話の中にも出ましたけれども、今月の11月の21、22ワールドカンファレンスっていうイベントがございます。そこで祭り林講習の講師もなさっていただく形になりますが、宮城さんよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いいたします。でですね、実は今年が6月か5月周年行事を行う予定だったんですよね。やっぱあれでしょ、何周年でしたっけ、どれ何周年、47周年なんで、ちょっと周年行事って言いづらかったんで他のタイトルでつけてたんですけど、はい、5月に葛飾 の地元なんですけど、シンフォニーヒルズでコンサートやる予定だったのですが、まあ、このコロナの影響で、飛んでしまいました。来年5月の9日に、また予定しております。はい、ではその代替の日でまた演奏されるということで、でも今年はね、なんかいろんな企画をされていた中でのコロナということで、計画がね相当ずれ込んだというか予定が変わってしまったと思いますけど、メンバー自身のこのポテンシャルというか、このあれはどうだったんですか。うちの会は盆踊り、もうずっと毎年夏に20カ所ぐらいやってるんですけど、1カ所だけ、幼稚園の方で1カ所だけ、人数制限でやらせていただけたんですが、まあ、あとはもう全滅ということで、大変だったんですけど、まあ、自分たちで、だけで盆踊り大会なんか開いたりして、なんとか楽しく、過ごしてまいりました。はい、それではですね、この浅草太鼓祭り4回目になりますけれども、最後の鳥を締めていただきます関東山田太鼓さん、最後の演奏になりますので、元気いっぱい力いっぱい楽しい演奏をお願いしたいと思います。それではよろしくお願いいたします。
はい、ご参加ありがとうございます。それではここで浅草太鼓祭り実行委員会副実行委員長でもございます公益財団法人日本太鼓財団理事長大沢和彦より、音頭を取りまして皆様方に手締めをさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは理事長お願いいたします。はい、どうもありがとうございます。本当今日は最後までありがとうございました。ちょっとご紹介をさせていただきます、日本太鼓財団の今副会長をやっていただいております。食器太鼓で一番最初に演奏されたのが長谷川忠志副会長でございます。九州は大分由布院源流太鼓の代表でもございます。それから先ほど出ていただいたばっかりでございますけど、秩父屋台囃子の高野福吉副会長でございます。私どもの、太鼓財団の評議員でもございます。関八州太鼓連合というのが、ございまして、東京の会長もやられておりますけれども、渡辺代表でございます。そして最後に、前に並んで、今日出演団体の代表の皆さん、並んでいただきましたけど、皆様と一緒に、手締めで、今日の大会を締めたいと思います。お立ちの方、お座りの方、申し訳ございません、ちょっとお立ちいただいて、大地の力を全部出していただいて、コロナ退治の一環でございます、そのつもりで一つお付き合いをいただければと思います。手締めでございますので、前にやりましたときにシャン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 337拍子でやられたかと思うんですけど、まあまあ、手締めでございますので、ぜひ、あまり間違いがないように、あまり早すぎないように、皆さんと一緒に締めたいと思います。お手を拝借よThank you.